そなたに手当てされて俺は何とか死なずに済んだ。その時からずっとそなたを見ていた。そなたの父親が死ぬために山に入った時もこれでそなたに近づけると。ではもしかしてあの時助けてくださったのは。因果律を歪めると周囲の人間にはその幸運の分不幸が降りかかる。そなたが不運になるのが分かっていたから、俺はできる限り守ろうと。弥生、もし俺を受け入れてくれるならこの先も一生涯をかけてそなたを愛し守り抜くことを誓おう。泣くほど嫌か。ならばしょうがない。この話は。違います、嬉しいのです。ずっと思い続けていた方のところに嫁げるのですから。ふつつかなのですがよろしくお願いいたします、白山坊様。